というわけで、今夜もこんばんは。今夜も可愛い着せ替えファッションと癒されるミラクルの声、センシルさんのお時間です。俺が諦めることは絶対にない。それでですね、今夜も相変わらずね、水の呼吸11の方ね、11の方ね、そんな感じなんですけどもね、相変わらず鬼退治のあれですよね、引き続きそんな感じやってはいるんですけども、それでですね、今夜もご覧になっていただきましてマジありがとうございます。ありがとうございます。ねえ、いや本当にね、今夜も見てくれた君がもし目の前にいらっしゃったら、焼き芋ドリンク飲みませんかと、ねえ、お誘いしたいぐらいっすよ。いや、なんかね、飲む焼き芋ドリンクっていうのがありまして、ねえ、私ちょっとこう、お店さんで見かけまして、飲む焼き芋と思って、ねえ、ちょっとね、一週間ぐらい前から気になってたんですけども、帰りにね、買うのを忘れてしまって。これでですね、この動画を撮ってる本日ですね、ようやっと、焼き芋ドリンク、ねえ、買いましたね。なんか、ほんわか美味しいよ、みたいなね、ことをね、牛のキャラクターがね、なんか言ってるパッケージなんですけども、ねえ、ちょっとどんな味なんですかね、気になるんで、で後で一緒に飲もうぜ。というわけでですね、今夜も張り切って、素敵なコーデ、エンドレイのあれをやっていこうと思ってるわけなんですよ。いや、早速、もう今夜の、私のコーデ、もう肯定テーマ発表しちゃっていいですか？いいですか？いいっすよね。というわけで、ね、今夜の私の肯定テーマは、鬼退治のあれっぽいコーデ。もう今なんだろうね、巷を席巻している大人気の、ねえ、鬼退治のあれですよ。ねえ、こう水の呼吸のあれですよ。で、そんな感じのね、ですね、コーデでやってみました。ねえ、なんだろうね、大使の方じゃなくて、こう鬼の方々の方、みたいなね。というわけでですね、今夜も私が、ね、コーデさせていただいた素敵なアイテムの数々、さらっとね、ご覧になっていただきましょう。こちらですね。UT ドリーム、そしてですね、こちらの UR、千の夜に流れる物語なんすけども、こちらですね、ゲストさんで、いただきました。マジでありがとうございます。オリエンタルというかアラビアン的なね、髪型だった気がするんですけども、ねえ、なんすけど今回ですね、この、なんだろう、髪の毛が、なんかこう、武器になりそうみたいなね。そんな着眼点からですね、こう、鬼様、鬼の方々みたいなね、髪型にさせていただきました。そして、ブライトシェリル、スターライトチーク、オリエンタルノーズ、妖艶キツネツバキ着物だったかな。そして、ベニツバキリップ、クレナイズキ、キツネ神社。キツネ神社。で、なんかこう、イメージ的には、こう、なゆだ、さんの、こうね、顔が元に戻るの僕、嫌いって言ったよね。言ったよね。ごめんなさい、みたいなね。感じでやってみました。ちょっとね、笑っちゃってはいるんですけども、ねえ、なんだろう、その役割の人は、そうあらなきゃいけないみたいな。ねえ、そういう感じはね、私もちょっとね、炭治郎くんみたいにね、ちょっと違くねえと。お前間違ってるみたいなね、そんな感じには思うんですけども。ねえ、なんだろうね。そういう立場だからそうやってるわけじゃないと思うんですよね。ねえ、こう、なんだろう、お父さんお母さん、お兄さんお姉さん。ねえ、場合によって旦那さんとか、彼氏さん彼女さんとか、もね、あるかもしんないですけども、そういう立場だから、そうやってるわけじゃないんだよっていうね。なんかこうニュアンス伝わってんかわかんないですけど。ペリキュア、ゲタ、輝くピアス、ロマンティックヘアバンド、薄色花かブルージュエルイヤリング、ポイントスター、サヤパイセン、お団子、髪切れ、たゆたうつばき、そしてこちらのね、藤花。ねえ、もう鬼退治のあれと言ったら藤の花ですよ。ねえ、こう、鬼を、こう、倒せる毒も確かね、藤の花から作ってたような気がしますけども。今、こう、絶賛公開中ということで、ねえ、私もこうね、見に行きたいなと思ってるんですけども。いやー、でもなんだろうね、今なかなかこう、みんな見に行ってるよね。なんだろう、席取れるかなみたいな、ね、感じもありますんで、ちょっとこう、空いてきてから。行こうかと思います。というわけでですね、ここから後半戦、例のあれをやってまいりましょう。例のあれですよ、例のあれ。早速まいりましょう。というわけでですね、例のあれ限定型です。さあ、センシルさんではですね、最新のモード、最新の流行がですね、もう最新の流行、最新のおしゃれが、もうそのまま、最新の状態で、もう光の速さでやってまいりますんで、引かなきゃなんないよね。というわけで、今回はどの会社引いていこうかな。マカロンデリーかですね。恋の応急処置は先日引かせていただきましたね。ロンドンの街並み。そしてですね、シュガーパンプキティウィッチ。ね、こちらですね、ハロウィンガチャ。
気になってるんで、こちらはね、月末までね、引っ張りたい。今回どれ引こっかな。マカロンレディに行きます。というわけでですね、今回こちらのマカロンレディのね、ガチャさん引かせていただきましょう。さあ、早速ね、今夜のガチャのアイテムを見て回りましょう。まず SR 一発目。スイートマカロンのおめめ。いやー、このね、淡い系。淡い色の方が好きかもしんないですね。なのでね、このスイートマカロンのおめめ、もうバッチリ大好きっすよ。いやー、めっちゃ可愛いじゃん。続きまして、メルティーマカロンワンピー。これもね、めっちゃ可愛いじゃない？でもなんかこう映ってるの若干違う。あ、そっかそっか、進化って書いてるもんね。へー、進化するアイテムっすね。ピンクの中でも、この感じのピンクが一番可愛い気がしますね。個人的にね。さあ、そして続きまして、カービー型。マカロンツインお団子。いやー、この、なんだろうね、ピンクの。ヘアカラーの髪型めっちゃ欲しい。私は毎回めっちゃ欲しいとか、いい量でしか言ってないね。ねえ、もう、いいねボタンしかない男。私。私もう、いいねボタンしかねえから。ねえ、私の中にはいいねボタンしかねえから。さあ、次行きましょう。さあ、続きまして、スイートマカロンルーム。いや、これめっちゃいいじゃん、この背景。今回背景がいいかな。いや、背景がいいかなってこう、当たる前提で言ってるんですけど、ね。そして、こっから R になりますね。マカロンレディーリップ。メルティーマカロンケーキ。いやー、このケーキいいね。R ケーキがいいから。いちごミルクドーナツ。へー、いや、そうや、ドーナツ最近食べてないな。そして、シュガーリボンデコ。いやー、R これがいいかな。めっちゃ可愛いよね。いちごミルクマカロンマックということで。そうや、マカロンか。マカロンって、人生で食べたことない気がする。いやー、どっかで一回食べてみたいですね。そして、メルティーマカロンパンプス。いちごミルク2杯、パッセルハートヘアアクセ。へえ、このヘアアクセいいね。そして、いちごミルクほっぺ、マカロンチョーカー、マカロンレディーガーター。なんかこう、さりげないワンポイントなガーターなんだね。いやー、どれがいいかな。というわけでですね、早速、今回当たってほしいなというアイテム。ねえ、こう見てまいりましょう。SR、まず何がいいかな。髪型かな。いやでも背景も姿いいんだな。髪型が背景がいいかな。というわけでですね、今回も早速引いてまいりましょう。いやー、今回もね、この動画を見てる君、どんなアイテムが当たりそうか、ちょっと予想してみてね。ねえ、いきますよ。3、2、1。水の呼吸、獣医師の方、なぎ。獣医師の方？さあ、どういうアイテムが当たるか予想できたかな。さあ、今回もですね、2回引いてまいりますよ。さあ、まず1回目引いていきますか。いきますよ。いやー、どのアイテム、ちょ、ワンピースじゃない？おっと、ワンピースじゃないこれ。おっ、やったぜ。早く着てるところを見てみたい。本当にちょっと待って、ここ最近の動画でずっと言ってるんですけど、本当に私、運気上がってきてない？これ、ついに UR 引けるんじゃない？さあ、もう一回引いてもらいましょう。いやー、でも2連続 SR はさすがにないと思うんだよな。つい R だと思うんですけども、R 何が当たっかな。いやー、何が当たんのかな。もう一回引いてみましょう。お、これマカロンバッグじゃない？おー、ちょっと待って、マカロンバッグじゃないの？おあら。素敵じゃない。ちょっと待って。ちょっと待って。終わりました。いやー、まさかのね、2連続 SR。いやー、これマジで、今年中に、私 UR 引けるんじゃね？いやー、なんだろうね、このセンシルさんシリーズのね、こう、一つの悲願というか、ねー、なんすけども、UR を、こう、一回自力で引きたいと。ねえ、なんだろう、目標というか、もう悲しい願いとかで悲願ですよ。ねえ、あるんですけども、この私の運気でいけば、UR 引けるんじゃね？いやー、これは UR 追加されたかしら、早く来てほしい。こちらになりますね。こちらがですね、私のセンシル3内でのプロフィールになっておりますので、よかったらですね、フレンド登録の方もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。そして、チャンネル登録も、マジ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ねえ、目指す千人様マジ狙ってますんで。なので、他ならぬ、今この動画見てる君、そこの君だよ。マジ、今すぐ登録してね。登録してね。ですね、コメント、高評価もどしどしお待ちしております。ねえ、ぜひですね、お気軽にコメントしていただきまして、私と交流いたしませんか。ねえ、一緒にですね、このチャンネル、賑やかな感じにしてまいりましょう。そしてですね、高評価の方も、10兆個ぐらい教えてくれると大変嬉しいです。いや、本当に10兆個とかいいねをされたら多分、YouTube トップ乗るよね。急上昇乗るよね、そんな。そんな感じでですね、私はまた、次の動画いい朝、次の夜に、またお会いしましょう。最近ね、また一段と寒くなってきましたんで、ね、この動画を見てる君も、あったかくして、
ね、しっかり食べてビタミンとか取ってね、ね、こう元気に過ごしてください。そうですね、また次の動画、いい朝、次の夜にまたお会いしましょう。お相手はあなたの夜のお友達、私でした。それではまた次の夜に。